このデラヒーバーガードの形からどのようにしてグリップを解除するかを説明するよまず初めに足を外側に向けることフックを解除させるそしてすねをホールドして内側に持っていかせホールドここからは違うパスガードを見せるよこの手を内側から通しももをホールドする私の膝を開き 相手の、すねの上。ももの上ではなく、すねの上だ。これだ。これだ。相手がグリップをキープしていても、そのまま行ってしまおう。膝をマットにつける。ここでストップ。この足はつま先立ち。そして手をマットにつける。マットにつけた手で、そのまま相手の頭を抱える。バックステップしよう。 サイドに倒れ込み足を引き上を取ってパスガードだ。